海と日本プロジェクト in 宮城。海と日本プロジェクト in 宮城推進リーダーの山梨静香です。宮城の海の魅力をたくさん伝えられるように頑張ります。日本財団が推進する海と日本プロジェクトは、一人一人に海への関心を持ってもらい、海を大切にしようというムーブメントを作り出すことを目指しています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はいはい、今回は南三陸町戸倉地区で海の環境に配慮した養殖に取り組んでいる戸倉っ子牡蠣の養殖場を訪れました。これすごいですね。長い。そうですね。これ本当に種付けしてから1年ぐらいなんですけども、かつては大規模で過密な状態での養殖を行っていたため、牡蠣の糞などで水質が悪化していた戸倉の海、震災をきっかけに改善を目指し、自然への負荷を減らしながら牡蠣に栄養分を供給できるよう養殖施設を3分の1に減らしました。今では海の環境も自然に近い状態を取り戻しています。この取り組みで環境に配慮した養殖を推進する国際認証 ASC を日本で初めて取得しました。あー、大きいですよ。牡蠣にとってもいい環境なんでしょうね。そうですね。震災前は種付けから 2,3 年かかって成長していた牡蠣も1年で出荷できるようになり、養殖期間の短縮も実現できました。私たちはやっぱりこの自然の環境、この自然の恵みだけで生活してるっていうか、生きてきた、いかに環境を守っていくかってことが将来につなげていくためには絶対大事なんで、これからもやっていきたいと思いますね。海と日本。